8月20日午前0時日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。本日は戦況図の更新が行われておらず、昨日と同じ戦況図となりますが、内容は最新のものでお伝えします。まずは注目したい話題です。クリミア上空ではロシア軍による防空作戦が展開され、頻繁に防空ミサイルなどが発射されているようです。どうやらウクライナ軍の UAV が侵入しており、それに対応して防空ミサイル部隊がミサイルを発射しているようです。クリミアのセバストポリでは19日の深夜に連続した爆発音や対空機関砲が射撃されているのが撮影されていますが、爆発があった場所は特定できていません。まずは爆発音が録画された映像からご覧ください。что за хуйня да ну нахуй。続いて対空機関砲の射撃映像です。対空機関砲の射撃映像は複数ありますが、遠目で撮影されたものと比較的近くで撮影されたもの、2つご覧ください。это что? что ПВО? セバストポリの上空で何かが発見されて、ロシア軍の防空部隊が対応しているのは間違いなさそうですが、最初の連続した爆発音についてはどこで何が起きているのかは不明です。これは空襲なのか、ウクライナ軍がロシア軍の防空体制を偵察するためにドローンなどを送り込んで試しているのかよくわかりませんが、最初の映像の連続した爆発音は気になります。ドイツはウクライナに対して155mm 榴弾砲用のボルケーノ砲弾の提供を行うことを決めました。この砲弾は射程が長い砲弾で、射程延伸弾と呼ばれます。今回提供される射程延伸弾ボルケーノは52口径の長方針 155mm 榴弾砲では射程が 70km に伸びます。 FH70 牽引榴弾砲は39口径なので、ボルケーノを使用しても射程は 55km までしか伸びませんので、 PZH2000 などの長方針砲で射撃するものと思われます。しかもウクライナに提供されるボルケーノ延伸弾はGPS 付きの誤導砲弾タイプであり、誤差5メートル以内で目標に着弾します。今回の発表では225発のボルケーノ砲弾の供与が決定したとされています。ハイマースや M270 マーズで発射されるロケット弾が 80km の射程ですので、それに次ぐ長射程の砲弾となります。数が225発と少ないので、ロシア軍の重要な施設への攻撃に使われると思われますが、ロケット弾ではなく砲弾ですので、防空システムでの迎撃は困難と思われます。よってアントノフスキー橋などにロシア軍は防空ミサイル部隊を配していますが、この砲弾は迎撃できないと思います。ハイマースのロケット弾であれば防空ミサイルでも迎撃できる可能性がありますが、砲弾では無理でしょう。この砲弾はイタリアのレオナルド社が開発したもので、 76mm、105mm、127mm の砲弾もあるようですが、今回ウクライナに提供されるのは 155mm 榴弾砲用です。元は関西砲用の砲弾です。関西砲用として開発された後に榴弾砲用が開発されており、
105mm 榴弾砲用と 155mm 榴弾砲用が開発されています。開発製造はイタリアのレオナルド社ですが、砲弾をウクライナに供与するのはドイツ連邦政府です。それでは各地域別の戦況です。東部ハルキウ方面、北、北東側、ロシア軍は早朝から前線一帯に砲撃を行い、ドネツ川沿いのバルヒニーサルティウとスタリーサルティウに対しては空爆を行いました。ロシア軍はピトムニクのウクライナ軍陣地に対して小規模な攻撃を行いましたが、ウクライナ軍守備隊により撃退されています。この方面のロシア軍は戦力の問題から今後も積極的かつ大掛かりな攻撃に出てくる可能性はありません。ウクライナ軍を引きつけるために不定期に小規模な攻撃を行う可能性はあります。東部ハルキウ方面、南東側、イジューム西側、チェグエフ近辺でロシア軍の動きはありませんでした。ロシア軍はウクライナ軍突出部やイジュームの西側のウクライナ軍陣地に対して定期的な砲撃を行いましたが、地上部隊による攻撃は行いませんでした。イジューム西側でのウクライナ軍の反撃に関しては情報がありませんでした。東部スラビャンスク方面、北西側、イジューム南側、ロシア軍は18日に続き19日もイジューム南東での攻撃を行っており、ドリナ、ディブロネ、ビルノピリアに対して攻撃を行ってきましたが、ウクライナ軍により撃退されています。東部スラビャンスク方面、東側、シベルスクの東側一帯ではウクライナ軍とロシア軍双方の砲撃が激しくなってきており、砲兵戦も行われています。双方とも複数の UAV と対砲迫レーダーを使って敵の砲兵の位置特定を行っては、砲撃で潰す作業を行っている模様です。ロシア軍はこの地域に電子戦部隊を置いており、ウクライナ軍の対砲迫レーダーや戦場監視レーダーの妨害を行っているようです。ウクライナ軍はロシア軍の攻撃に対しても激しい砲撃を浴びせており、19日はベルヒノカミアンカの方向からイワノダリフカに対して攻撃がありましたが、ウクライナ軍守備隊は砲兵部隊と連携してロシア軍部隊に大きな損害を与えています。また、ロシア軍はベレストーブから VM 化に向かって攻撃を行いましたが、この攻撃もウクライナ軍守備隊と砲兵隊により撃退されています。東部バクムット方面、東側、ヤコブリフカに対しては本日も攻撃は行われませんでした。一連の攻撃でロシア軍は相当損耗した模様です。ソルダー市に対してロシア軍は東側の工場地帯から攻撃を行っています。17日、18日前半あたりは工場地帯からわずかに前進していたようですが、18日夜までには工場地帯まで押し戻されています。19日も工場地帯から西に向けてロシア軍は攻撃を行いましたが、ウクライナ軍守備隊により撃退されており、ロシア軍は工場地帯に撤退しています。バクムット市への攻撃はポクロフスクからとクリノビから行われていましたが、19日の午前中には
どちらの攻撃軸もウクライナ軍により撃退されました。しかし、ロシア軍は午後から再び同じ方向から攻撃を行ってきており、現在も高速 M03 号線西側で戦闘が続いています。東部バクムット方面南東側、ロシア軍はクリノベからザイツェベに攻撃を行いましたが、ザイツェベの北東側でウクライナ軍陣地を突破できず退却しています。クリノベからはベルシナの方向に対してもロシア軍は攻撃を行いましたが、ベルシナの北にあるウクライナ軍陣地のウクライナ軍守備隊に阻まれて撤退しています。コデマ周辺では19日も東側からロシア軍の攻撃がありましたが、ウクライナ軍守備隊により1度目は撃退されています。2度目の攻撃が午後から行われており、現在も戦闘が続いている模様ですが、ロシア軍は前進できていません。ウクライナ軍の守備隊は19日もロシア軍の攻撃を寄せつけず、コデマを守り抜いています。ロシア軍は、ダチャに対しても攻撃を続けており、ドネツク人民共和国 DNR の民兵部隊は、ダチャを制圧して占領したと発表していますが、確認できていません。同じく、DNR は、ダチャの南西にあるザイツェベも、占領したと発表していますが、何度目の占領報告か、忘れるほど何度も占領したと発表していますが、いつも占領できていません。よって、今回も嘘の可能性が高いです。東部ドネツク方面北側、ロシア軍は、アウディーユカに対して地上攻撃を行わず、激しい砲撃を要塞線に対して行っています。ウクライナ軍も砲兵隊がロシア軍砲兵隊に対して砲兵戦を行っています。ピスキーを占領したロシア軍は、ピスキー北西にあるペルボマイスケの占領を目指して前進しようとしていますが、ピスキー北西のウクライナ軍陣地とネベルスク東側のウクライナ軍陣地のウクライナ軍守備隊に阻まれて前進できずにいます。マリンカでロシア軍は市街に突入しようと激しい攻撃をかけており、マリンカの東側郊外の要塞線で激しい戦いとなっています。ロシア軍はマリンカ市街に入ったと発表していますが、確認はできておらず、要塞線での戦闘が続いていると思われます。東部ドネツク方面南側、ザポリージャ東側含む。19日、ロシア軍はノボシルカに対して空爆を行いました。ロシア軍は19日もノボミハイリフカに対して地上部隊による攻撃を行っています。スラブネの方向とソロドケの2方向からノボミハイリフカに対して攻撃を行いましたが、いずれの攻撃も失敗に終わっています。ロシア軍はソロドケからボジャネの方向に進撃しており、バジャネの西 10km 付近でウクライナ軍と戦闘になっています。現時点でロシア軍はバジャネの西 10km の位置から2日間前進できていません。南部ザポリージャ方面、ウクライナ軍とロシア軍双方の砲撃は続いていますが、ロシア軍は19日に複数の UAV を偵察に出し、ウクライナ軍砲兵とウクライナ軍防空部隊の配置を探ろうとしたようですが、複数の UAV がウクライナ軍の防空ミサイルで撃墜されています。UAV の偵察の直後に、ロシア軍は
マリシチェルバキーとフリアポールの南側のドロジニャンカに対して空爆を実施しています。ドロジニャンカに関しては以前にもお伝えしましたが、ウクライナ軍が数週間前に奪回していますが、戦況図には反映されていません。今回もロシア軍が空爆したことにより、ウクライナ軍が支配しているのは間違いありません。南部ヘルソン方面南側及び中央、ロシア軍はヘルソン市西側のオレクサンドリフカとスタニスラフに対して地上部隊による攻撃を行いましたが、ウクライナ軍により撃退されました。ということは、この戦況図ではロシア軍支配地域になっているオレクサンドリフカとスタニスラフはウクライナ軍が支配しているということになります。ロシア軍は橋頭保近くのビラクリニツヤと橋頭保内のロゾベに対して空爆を行いました。南部ヘルソン方面北側、ロシア軍はアルハンヘルスケの西側でウクライナ軍の防衛線を突破しようと試みましたが、この攻撃は失敗に終わりました。ロシア軍の攻撃が成功する率が下がってきているように思えます。ロシア軍は多くの戦力をバクムット方面とドネツク方面で消耗したようです。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。